ギーラフレールはカナダケベック州サーソー生まれのプロアイスホッケー選手である。NHL ではモントリオールカナディアンズなどで右ウィングを務めギーラフレールがパックを持っただけで観客が身を乗り出したと言われるほどの絶大な人気を博したことが伝えられている。愛称はザ・フラワー。カナダ最高君位のオーダー・オブ・カナダを受訓している。ラフレールは幼い時から 明日ホッケーに目覚め、用具一式を着込んで睡眠し夜明けとともに、鍵のかかったリンクにいそいそと出かけては、抜け道から中に入り込んで練習していたと言われる。長じてからもその熱意は、衰えることなく、夜8時開始の試合が待ちきれず午後4時から、ユニフォームを着込み、スケート靴の紐を結び、手にはスティックを持っていたとも伝えられる。10代になって、ラフレールは、 ケベックメジャージュニアホッケーリーグ所属のケベックランパーツを1971年のメモリアルカップ進出に導き、その知名度が一気に上昇した。モントリオールカナディアンズのビン・敏ン GM サム・ポロックはラフレイルにどうしてもカナディアンズのユニフォームを着せたいと考え、カリファルニアゴールデンシールズから第1位指名権を譲り受けるための取引を行った。 こうして1971年の全指名選手中、第1位でカナディアンズに加入したラフレールは、1971から1972シーズンから1984から1985シーズンまでは同チームで活躍した。ラフレールが入団した1971年当時のカナディアンズは NHL 史上最古の歴史を持つ名門チームで、 1950年代に5度、1960年代に5度のスタンレーカップを獲得した古豪でもあった。入団直前に所属したジュニアチームで130ゴール、79アシストと、驚異的な成績を残したことに加え、名選手のジャンベリボーが引退したばかりでもあり、ラフレールには過剰とも言える期待が寄せられていた。入団後最初の3年間の成績は、順に、 64ポイント、55ポイント、56ポイントと、決して凡庸ではなかったが、ルーキーから華々しい活躍をした、同期のマーセル・ディオンと常に対比され、マスコミは、ラフレイルに対し、辛い点をつけたとされる。ラフレイルが飛躍したのは、4年目の1974から1975シーズンからであった。このシーズンから、 ラフレールは怪我防止のためのヘルメットの着用を止めたのであるが、創造的で果敢な彼のプレーと挑発が風になびく姿がよくマッチしたと言われている。カナディアンズは1970年代においても6度のカップ優勝を果たしているが、ラフレール自身もそのうち5度の優勝経験を持ち、チーム記録となる1246ポイントの記録を残し、1976年、 1977年、1978年と3連連続でリーグ得点王に輝いた。また、レギュラーシーズン最優秀選手賞を2度、選手たちの選ぶ最優秀選手賞3度、プレーオフ最優秀選手賞1度をそれぞれ獲得している。ラフレールは1970年代のいわゆるカナディアンズ王朝を支えた屋台骨であった。 もっとも、カナディアンズにおける最後の1984から1985シーズンでは、かつての同僚で、新コーチとなったジャックルメールや GM のチーム戦略と、そりが合わなかったとも言われる。あとの1995年に、ニュージャージーデビルスを、スタンレーカップ優勝に導いたルメールは、ディフェンス重視のゲーム感を持っていたと言われ、ある意味で才能を任せ、自由奔放なプレーが、 心情のラフレールとは相入れない点があり、出場機会も大幅に減少した。その一方でトレードを申し入れてもフロントは実績と人気を誇るラフレールを放出する決断ができなかったとされる。こうしてラフレールは不本意ながら引退し1988年にホッケーの殿堂入りを果たす。しかし、その後、 1988年のトライアウトで現役復帰を果たし、1988から1989シーズンはニューヨークレンジャースに、1989から1990、1990から1991シーズンはケベックノルディクスでプレーした。なお、ホッケーの伝道入りを果たしてから現役に復帰したプレイヤーとしてはラフレールの他に、 先輩のゴーディハウと後輩のマリオルミューがいるのみである。ラフレールは NHL 史上初となる6年連続シーズン50ゴール以上、かつ100ポイント以上の成績を残した。ラフレールの選手としての評価であるが、味方によっては、1980年代から1990年代に登場するスーパースターウェイングレツキーの先駆者であったと位置づけができる。 特に、プレイスタイルがスリリングであり多くのファンを興奮させ、相性の通り花のある選手であったとされる。カナディアンズのチーム史上では、ポイント数とアシスト数で最高記録を保持し、ゴール数では、伝説のモーリスリシャールに次ぐ、第2位の記録を持つ。ラフレールの背番号10は、カナディアンズ6人目の永久欠番とされている。1976年と1981年の、 カナダカップにおいてカナダチームに参加、1976年の大会ではチームの優勝に貢献した。この功により、1977年にカナダで最高に顕著な活躍をした運動選手に贈られるルーマー首相を受賞している。1978年のスタンレーカップ優勝後、ラフレールは故郷サーソーの友人にカップを見せるため無断でそれを釈用し、 週末に家の前の芝生の上に置いておいたと伝えられる。また、現役時代でも、1日に2箱のタバコを欠か,かさないヘビースモーカーであった。ありがとうございます。